Nice to meet you! 私、日本で声優アーティストをやっております、遠藤ゆりかです。ファーストシングルでは、ゼクスイグニッションのエンディングテーマ、モノクロームオーバードライブを歌わせていただいたり、セカンドシングルでは、マジモジルルモというアニメのエンディングテーマを歌わせていただいております。アニメのキャラクターとしては、ダイヤのエースのマネージャー役、吉川春乃ちゃんで出演させていただいたり、そんなお仕事をしております。今回、アファシンガポールということで、日本で大盛り上がりに、大成功に終わりましたビーズライブを皆さんにもお届けできるというのがとってもとっても嬉しいです。私自身すごく楽しみにしているので、皆さんも気合を入れて来てくださいね。シンガポールではちょっと美味しい食べ物をね、たくさんいただけたらいいなぁなんて思っております。それではそれでは、I will see you all very soon. Please come and have fun at Peace Life for our Singapore.